間違えまくってごめんなさい。HKT48 の元メンバーでタレント実業家の優子すが13日東京都江東区の豊洲ピトーバー開催された321夏祭り2023に出演した。321夏祭りは日本最大級のライバー事務所321が毎年開催している大型ライブイベント。優子すは同事務所の代表を務める。マックをユーコスとモデルの大倉士門が務めたほか、YOU の妻、作曲家 A のキラウンスもゲスト出演した。ユーコスは途中、部活のように楽しむをコンセプトに発足した321アイドル部の新グループ、グリッターシステムのステージに飛び入り、ユーコスの夫でもあるシンガーソングライター、音楽プロデューサーの田中が提供したデビュー曲、スパイラル、R.I.P. の2曲をお披露目の場で13年ぶりだというダンスや歌のステージを披露した。ユーコスはステージを終えると、夫が曲を書いたというのもありまして、13年ぶりです。緊張しました。振り付け間違えまくってごめんなさい。と照れくさそうに感想を述べ、大倉からは、良かったです、楽屋ですごく練習しているの見ていたので感動しました、と声をかけられた。グリッターシステムは塩見キラ、井上真央、コモモ、ひとして構成される個性派アイドルグループで、メンバーのういちゃんは初めてのステージで憧れのユーコスと同じステージに立てて嬉しかったです、と感想を述べた。また、井上真央も、やっとアイドルとして、ここに立てて嬉しいです。日頃から応援してくれている皆さんのおかげです、と感激の表情。ユッキーも、今日まで練習の日々、グリッターシステムの一員になれて嬉しいです、とコメント。かつては、神宿のメンバーとして活動した経験もある塩見キラも、またアイドルとしてステージに立てて嬉しいです、と話していた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。